はい、皆さんおはようございます。スタジオリバーサイドようこそ。雨ですね。今日はね、僕の、使っている機材の中から、ストラトキャスター、フレンダーストラトキャスターです。誰でも弾ける、エリック・クラプトンさんやってみたいと思います。皆さんご一緒に。私の場合フロントしか使わないので、このねセレクターがちょっとこうガリガリガリとなっちゃってるんですよね。ガシャガシャやってればそのうち治るんですが、ほとんどフロントしかピックアップ使わないのであまり気にはしておりません。本当に人生は豊かになります。ぜひねお買い求めくださいませ。最初の一手としてはストラトキャスターがよろしいんではないでしょうか。ボルトンなんでね、壊してしまっても、ガチャガチャっとこう直しやすいんですよ、物理的に。弦なんですが、私は一蔵というね若干太いものを貼ってるんですが、それはもうケースはケースでいいと思います。09貼られていていいプレーをされている方もいらっしゃいますし、私はライフとね、その切れやすさの点、あと音の面でね10セレクトしております。それでは何かの参考になれば幸いです。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。Thank you.